まだまだ。あ、まだ。はい。はい、おはようございます。おはようございます。お隣の何人かの方と、ご紹介か。イエス様の名前によって祝福します。心を込めて何人かの方と、ご挨拶してください。でその後マッキーにですね、一番この中では、今日お迎えしている YM の、ナショナルリーダーのですね、吉田和彦先生、一番よく知ってるマッキーに、紹介していただきたいと思います。ではちょっと何人かの方と挨拶してください。プレイスで、プレイスにお招きできること本当に嬉しく思っています。簡単になんですが、石田先生の紹介をしたいと思います。さっきいきなり言われてちょっとね、あの賛美の時も考えてたんですけど、まずこの日本ファイオム日本農園のナショナルリーダーで、また沖縄の、ベースのワインのベースのディレクターです。おやめた、あ、めっちゃいい。ナオコがディレクター。今何、今沖縄では普通の人。奥様がナオコさんと呼べるんですけど、その方が沖縄ベースのディレクターで、リードしてくださってます。で私は2010年に DTS を受けて、で吉田さんがちょうどその時にディレクターを兼ねつつスクールリーダーをしてくださって、ビシバシと鍛えられました。その時は本当にすごい先生って感じで慕いますと思ってたんですけど、それからもその後スタッフになって、本当に吉田さんの考え方とかいろいろ知る中で、本当になんか仲間として迎えてくださってたこと、本当に感謝します。なんか思い出して、吉田さんの人柄でどういうふうに伝わるかなって思ってちょっと考えてたんですけど、私と今日来てないんですけど、後で来るんですけど、吉田さんが結婚した時にいろいろ準備とか教会の方々に手伝っていただいたんですね。でもその時に私たちがもう取引を終えて履ける時に、本当に最後の最後までお掃除もしてくださって、で最後にトイレ掃除のこともしてくださって、なんかそれを私たちこう見た時に、本当に帰りの車の中で、本当になんかそのなんだろう、こうリーダーなのになんかその姿じゃなく本当に使える姿を見て、と2人で車の中で私は泣いて感謝してたんですけど、本当に本当にその謙遜で、またリーダーシップもある。でも家こっち来てからも、本当にこのワンでのこととか、本当に吉田さんだったらこういうふうに考えてたよねとかいろいろ話すんですけど、本当に私にとってもう本当に尊敬できるリーダーなので、今日本当に期待してます。皆さんもぜひ期待してください。はい、そして拍手も。ハレルヤ、皆さんおはようございます。今日こうして皆さんと初めてお会いできることを心から感謝します。本当にね、初めて来るところはいつも緊張します。皆さんも緊張しているお顔が見えますけども、でも本当にね、私たちの神様が同じ神様を私たちは信じていて、そして本当に同じこの神の家族であることを心から感謝ですね。今日も神様生きておられます。あなたの中に生きておられます。
そして私たちをこの場所に集めてくださった。今日皆さんとお会いできることが本当に大きな喜びです。皆さんが神様によってここに導かれています。皆さん今日ここに来るときにいろんなこのことがあったと思います。戦いもあったでしょう。である人は礼拝に来るときに期待を持って来る方もいらっしゃるけど、でも別に期待ないけど行かなきゃいけないから来る方もいらっしゃるし、で私たちは礼拝に来たら、あ、期待はなかったけど、あ、やっぱり良かったと思う時もあれば、礼拝に来たけど、いや今一つだったと思う時もあるし、いろんな時があるわけなんですよ、私たちにはね。でも私たちは今ここにいます。そして私たちは今ここに主の御名のもとに集められています。このこと自体がとっても大切だと思うんですね。私たちの期待が満足できたから良かったではない。私たちはいつも家族が一緒にいること、それが大切。そして一緒にいたらいいこともあるし嫌なこともあるし、そして期待通りの時もあるし期待以上の時もあるし期待以下の時もあるし、いろんな時がある。でもそれが家族の集まりですよね。私たちは霊にあって本当に一つの家族です。そして私たちは今この場所に集められてきた。そして今皆さんが私をまたこの神の家族の一員として迎え入れてくださっていると信じて感謝いたします。アメン。簡単にね、私も自分で自己紹介させてくださいね。初めてのところでは必ず自己紹介します。私が救われたのは、20歳の時に救われました。20歳の時、今から10年前です。で、流してください流してください20歳の時に救われました。でこのね、私救われる直前にいろいろこう寂しい人生を送っていました。私がこの小学校5年生の時に少しねこの友達から無視されるような時期があって、その時から人と関わりを持つことが怖くなっていたんですね。で、普通に引きこもりもなりませんでしたし、普通に学校は行ったし、普通に社会生活はできていましたけども、友達を作るっていうのがいつも恐れがあった。だから深く人と関われなかったんですね。表面的に関わりを持ってそれで終わり。だから一緒に何か休みの日に遊びに行こうっていう友達とか一人もいなかったんですね。でそういう寂しい状態の中で、私のところに一人ね、この古いこの、友達がやってきて、高校時代の先輩がやってきて、そして私をね誘ってくれたんです。吉田君一緒においで、一緒に行こうよって言って、そして誘って行かれたところが創価学会の座談会だったんですね。でそこで創価学会の人から釈服を受けまして、吉田君一緒にやろうよって言ってね、そして、あれよあれよという前に創価学会の学会員になってしまいまして、で、非常にそこで皆さんから受け入れられて愛されて、そして本当にね喜んで、そして一生懸命学会員活動を続けました。でも面白いことに、その学会活動を続けながら一生懸命いろんなそこで教えられたことをやりながら、でも人との関わりの中であっては今まで寂しかったのが突然友達がたくさんできて、自分のことを構ってくれる人がいっぱいできて、そして嬉しくなって、でもそこで進行していることについてはどうしても何も感じなかった。この仏壇がそこに置かれて、吉田君ここの掛け軸に書かれてあるこの中にね、この掛け軸の中にあなたの命があるんだよって言われて、そして朝晩ごんぎょうこのお経をそこに向かって唱えることによってあなたが清められて、あなたの家族も祝福されるんだよ、そのことをずっと言い聞かせられていました。だから私は朝晩、欠かさずごんぎょうしました。この基本となるお経もですね、全部空で言えるぐらいに全部必死にそれをやりました。でもとてもそこに私の命が、この紙切れ一枚のところに私の命があるようには到底思えなかったんです。だから私は心は少し離れ始めました。もうそれはこのわずか数ヶ月の間、 3,4 ヶ月の間にそういったいろんなことが起きたんですね。私の学会員活動も非常に密に濃く頑張りましたけども、でもその数ヶ月後にはだんだん心が離れ始めました。そうこうしているうちに私はこの学会の人に誘われて参加した地域のこの、イベントごとの通して
クリスチャンと出会ったんですね。そしてクリスチャンの人が今度は私をじゃ あの教会に行こうよと言って誘ってきました。で誘ってきたんだけども、私の中ではもういいよって、もうそんなね、あのもう創価学会でもうなんか嫌だなと思い始めてたので、だからもう教会、いや教会なんかいらないよって思ったんだけども、この人が言うにはですね、この人がいやそこね、あの外人さんたちいっぱいいるんだよって言って、あのね面白いよって、なんか普通の雰囲気違うんだ、教会っぽくないよっていろ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 言うんですよ。で私の中でね、この外人さんっていうのがねちょっとねキーワードだったんですね。でなぜかというと、私あの中高高校までしか学歴ありませんけども、中学高校を通して唯一成績が良かったのが英語だったんです。でいつかこの自分が得意な英語を試してみたいってずっと思ってたんです。でもそのチャンスが一回もなかった。一回も周りに外国人の知り合いとか喋る、このチャンスがなかったんですね。だから外国人、この外国人というキーワードが非常にね心を打ちまして、ちょっととりあえず行ってみるかと思って行ったのが大阪にあるユース・イザ・ミッションのクリスマスパーティーだったんですね。でそこで私がそのクリスマスパーティーに参加して、けったいな人たちがいるもんやなと思って、あのそして、そのクリスマス会が終わりました。終わってそこでそこにいたスタッフの一人、日本人の方がですね、その方が私のところに来て、あのちょっと話しましょうって言って話されて、まあ、お決まりのそこでいろんな福音が語られるわけですよ。個人的に1時間か2時間か、結構長いことをずっと話されました。そして、この野村さんという方がこう言ったんですね。吉田君、この目の前にあるこのね、その時はコップが置いてあったんですけど、コップがここにあるでしょ、このコップがここにあることよりも神様の存在は確かなんだよって言われたんですね。で私はその言葉を聞いて決断しました。二度とここには来るもんかとここにあることの、コップがあることの方が絶対確かじゃん、何を言ってるんだこの人はと思って、それが1988年の12月のことでした。でそこから普通にもう全く教会とも創価学会とも距離を置き始めて、両方とももう無縁な状況で、12月から1月2月3月4月とこの月日が流れていくんですけれども、いやいやこのね4ヶ月間私の中で非常にまた決定なことが起こったんですね。それはこの野村さんという人が私に話した神様の話、イエス様の話が蘇ってくるんですよ、この頭の中に。にこのイエス様がね、あなたのためにね十字架にかかってくださったんだよとかね、あなたはねこの、あのイエス様を信じると永遠の命なんだよとかね、いろんなこと、神様生きておられるんで、いろんなことがねくるくるぐるぐる頭の中に回ってくるんですよ。そしてそれをいつも打ち消すんです。あのバカなこと言ってたな、あのおじさんはって、あの、ね、もうこんなバカな話はないよ、もうすぐ打ち消す。でもねこれがね毎日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 繰り返し蘇ってくるんです。私の中に考えたくもないのに来るんです。誰も言わないのに来るんです。でやがて少しずつ考え方が変わるようになりました。それはもしこの言ってる話、野村さんが言ってる話が本当の話だったらどうしようかなって、本当の話だと仮定したならば、これを信じないということは大変なことなんじゃないかな、いろんなことを考え始めたんですね。そしてそういったふうになんかこうだん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 、今までは完全全否定だったのがだんだん考えるようになってきたんです。そしてそうこうしているうちにもう自分の中でもうぐちゃぐちゃになって、自ら野村さんに電話しました。すいませんちょっと話があるんですけどって言って、そしてちょっと時間作ってくれませんかと言って、そしてこの、大阪の、高槻市にある YM のベースですね、そこのところに私が、今も忘れません、4月の29日祭日だったので、その日に仕事が休みだったので、その日にそこに行ったわけなんですね。そしてそこでもう一度、福音を聞かされて、そして、一緒に祈ろうと言われて、素直に祈りに応じて、そしてイエス様をそこで救い主として受け入れました。その時に私の中でこの、頭の中のこんなことはあるはずがないという思いと、心の中の何かこれを信じないと大変だと、これは信じるべきだと、そういう思いと、それがイエス様を受け入れるお祈りをした時に一つに結びついたんですね。そして、あ、
本当にこれは信じるべきことなんだ、これは信じなきゃいけないことなんだ、そのことがはっきりとその時に分かったんです。そしてその時に 私はですね、もう今まで自分が歩もうと思ってた道がもうどうでもよくなって、その時にこんなに大切なことだったら私はもうこのために自分の人生を捧げていきたいと思ったんです。だから私にとって、この救いの日が私にとっての献身の、日でした。でその時から私のもう人生計画は全部変わって、今まで、自分のこういうふうに歩いていきたいと思い描いていた道のために就職していたその仕事も辞めて、そして教会の近くに、当時ですねこのユース・イザ・ミッションのベースの中で、礼拝が行われていたので、その近くに引っ越しをしてきて、そしてそこでこの野村さんがこのやがてですね数ヶ月後に教会が独立して牧師になったんですね。でその牧師の下で弟子訓練を受けるようになっていったんです。そして私はアルバイトをしながら教会生活が始まりました。朝早く蒼天祈祷に行って、そして蒼天祈祷で牧師と牧師夫人と私と3人で蒼天祈祷をして、朝ごはんを食べて私はアルバイトに行きます。そしてアルバイトに行って終わったら夕方に帰っていくところは牧師のお家に帰っていきました。なぜなら牧師のお家に帰ったらご飯くれるから。でそのご飯を食べながらそこで、いろいろ牧師に私が質問するんですね。私の中では聖書は読めば読むほど疑問だらけでした。何か辻褄が合わなく感じるようなことがいっぱいあったし、どういうことって、これはおかしいでしょって思うようなこともたくさんあったんですね。だから私はご飯を食べながら牧師に次から次に質問しました。そうすると牧師は次から次に答えてくれました。後で聞いた話によると、この牧師は議論が好きだったそうですね。で今までそういうふうに一緒に議論できる相手がいなくて、私が次から次に聞くもんですからとても楽しかったそうです。牧師夫人から聞いた話によるとですね。でこのような、牧師家庭の中での弟子訓練が私の中で約1年間ほど続きました。それは毎日ではなかったですけども、週のうちの何日間かはそのような形で、牧師と一緒にご飯を食べながらいろんなことを教えてもらったんですね。この時間というのは私にとって非常に大きな、宝となる時間となりました。このことを通して私の中での神様に対する疑いというものがどん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 なくなっていったわけです。そしてこの牧師が私をですね、突然一緒に行こうかと言って、連れて行ってくれたところが、生駒聖書学院というところですね。そのところに連れて行ったんですよ私はね。そして、そこを見せました。そしてそのしばらく経った後に今度はですね、沖縄に行こうと言って、沖縄の DTS、弟子訓練学校を見せに行きました。でそしてこう聞いたんですね、吉田君どっちに行きたいって言われたんですねどっちに行きたいって選択肢2つですかみたいなどっちに行きたいと言われて、私は、過去にですねこの学校時代でいろいろ友達との関係でいろいろ嫌な記憶があるんで、学校っぽいところがちょっと嫌だったんですね。なので、生駒聖書学院はちゃんとした学校でしたので、そこはちょっともうそのことだけで中身がどうこういうよりもその学校ということだけでちょっと私の中では敬遠だったんですね。でも私はこの沖縄の弟子訓練学校に行くと、そこはですねちょっと学校っぽくなかったんですね全然。で、どっちかっていうと、キャンプみたいな感じでしたね。なんか楽しそうな雰囲気があったんですよ。で私はどっちかを選べって言われるんだったらこっちがいいなと思って、沖縄のこの DTS がいいですと言って、あまりよく分からずに、そこに行くことになりました。でそこで、この6ヶ月間の訓練を受け、そしていろんな学びを受け、そしてその中で私自身のいろんな心の傷が癒され解放され、そして私はさらにまた神様のために、この自分自身を捧げていきたいという再献身、本当にそのことがはっきりと自分の中に与えられました。で私はそこからこれが1990年に私がその DTS を受けたんですけども、その1990年に受けて91年の3月に
修了しまして、そしてその後もずっとそこで弟子訓練学校の中でのスタッフとして奉仕を続けていきました。途中でもっと学びたいなと思った時に、ちょうどその時に私はですね、結婚に導かれて、札幌出身の、直子さんと結婚したわけなんですけども、ちょうどその時にですね、この直子さんが札幌の聖書学校の卒業してから DTS に来てたんですね。なので学びたいなと思った時に、じゃあ同じところで学ぶのがいいかなということで、私はその後で札幌の聖書学校に行って、またそこでいろいろ学びをして、そしてまたその後沖縄に戻りまして、沖縄でまた弟子訓練学校の働きをずっと継続しています。今日の朝のテーマはですね、弟子となるということなんですね。弟子となるというテーマです。で、この私のこの今までのクリスチャンとしての歩み、それはいつもこの弟子を作ることとか、そのことにずっと関わってきたことでした。だから私は今まで25年間がずっとこの弟子訓練に携わってきた人生だったんですね。もう25年間やりましたから、私はもうエキスパートです。私の言うこと何でも参考にしてくださいって言えたらいいんですけども、未だなお、模索中です。で、まだまだ不十分です。そして本当にその中でまだまだいっぱい課題が山積みになっています。毎回毎回自分の目が開かれるたびに、今までのこの弟子訓練のスタイルで本当に良かったかなと、そのことを思い直させられるようなことが多々あるものです。で、弟子の学びというのはそのようなものでないかなと思います。私たちは聖書の中でもありますけども、私たちがもはやもう自分は知り得たと思ったなら、その時には私たちが知らなければいけないことすらも実は分かっていないんだよという御言葉がありますね。そのように私たちはいつも自分はもう大丈夫、自分はもうここはよく分かっている、そう思った時に私たちは倒されないように気をつけなければいけないでしょう。御言葉を開きましょうね。イザヤの、イザヤ書今日の御言葉、イザヤ書の58章から学んでいきたいと思いますけれども、イザヤ書58章って聞いてね、よく御言葉知ってる人はそこって思うかもしれません。ここはいわゆる断食のことについて書かれてあることで有名な箇所であります。で、弟子となるっていうテーマで断食ですか、まあいいでしょう。6節から見ていきましょうね。6節から私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し出、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなれる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。まあここはこの断食、私の好む断食はこれではないかという、この58章の一節から続いてきた、あなた方はなんでこの断食をこのようにやってるんですかという、そのような言葉の後に続くこの、私の好む断食はこれではないかという、そのことが書かれてある場所ですね。で、この中で私たちここに注目したいことは、この断食の、私の好む断食、神様が好まれるようなその断食、そのあり方と私たちの弟子としての在り方と、そこに非常に共通する部分があるということです。私たちは断食するときに何のために断食しますか、痩せるためではないですよね。私たちはそれを断食することによって、何か自分がこのクリスチャンとしてちょっと、ランクアップするためではありませんよね。私たちは断食することは、私たちは神様とただ関係をもっともっと親密に持ちたいことですよ。
私たちがもっと神様の御声を聞いて、もっと御心を理解するようになって、そしてもっと私たちが主の御心の中に歩んでいくことができるようにすること、それがこの私たちの断食のこの目的ですね。ある時に私たちがいろんなところから清められなければいけないこともある。ある時に私たちが不必要ないろんな葛藤や悩みを持ち続けることによって塞がれて、御言葉が塞がれて、何かこう神様の言葉から語りかけを受け取ることができなくなるような時がある。いろんなそのようなものをきれいにしていき、そして神様との関係をしっかりと持っていくために、それが私たちのこの断食の本当の目的ですよね。で、この弟子となるということ、この弟子となるという時にも同じなんですね。私たちは弟子となることはイエス様に、神様にもっと近づいていくこと、もっと何を神様がお考えになっていられるか、何を求めていらっしゃるのか、もっと知りたいことでしょう。そして私たちはそれを行っていくものとなることでしょう。ですから私たちのこの断食をするモチベーションと、私たちが弟子となろうとする時のモチベーションと、そこには非常に共通している部分があるということができますね。そしてその中で神様が私たちにこの断食は、このような断食を求めるということを、この言葉を通して私たちに弟子としての在り方を見せておられると私は考えます。その中で悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くこと、この人々を解放していくことです。私はこの自分の中で、一つの人生の中で大きな首輝き、自分が自由になれることができないでいる足かせになっている、手にかせがつけられて、この自分が不自由にさせられているその出来事がありました。それは友達から無視されたり、何かこのいじめを受けたり、そういったことを通して自分の中で自分のアイデンティティがどんどん下がっていって、自分は受け入れられないんだ、自分は愛されないんだ、自分が人の輪の中に入っていったら自分は必ず拒絶されるんだ、そういうふうな思いがいつも私の中にあったんですね。そのような首輝きがあった、この自分はこの自由じゃなかったんですね。このようなものが私の中で砕かれていった、私が自由に解放されていった。そして今私はもっともっと前よりももっと神様が自分のことをどのように見ていらっしゃるのかということを正しく理解することができるようになりました。そして次に7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。この私たちは働きの中で、ユース・イザ・ミッションの中でも3つの三本柱があります。1つは宣教伝道、一つは訓練、一つはマーシミニストリー、憐れみ伝道と言われるものですね。それは救済活動です。この多くの助けを必要としている人たちのところに行って助けを与えていく、それは単なる教えではないんですね。多くの人たちのところに行って、この神様はあなたを愛してますよって教えること、これはただの教えですね。でも救済活動というのは、大変な困っている人のところに行って、あなたが、神様あなたのことを愛してますよ、だから今私もあなたを愛します、あなたにこれを捧げます、その具体的に私たちが具体的な助けを誰かに与えていくこと、それが救済活動ですね。この救済活動を通して私たちはもっともっと神様の愛を表していくことができる。今この7節の中で語られていることはこのことです。私たちが具体的な行動を持って、具体的に人々の必要に応えてあげることによって、私たちが神の愛を表していく。するとどうなるんですか。8節、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。面白いですね。何が書かれてありますか。光が差し出てくる、光が差し出、次のポイント、あなたの傷は速やかに癒される。皆さん、この中で傷を受けた人がいる方いらっしゃいますか。手を挙げなくていいですよ。傷を持っている方
私は傷がありました。今なおまだ癒される途中にあると思います。誰でもみんな傷を受けていると思います。みんないろんな形で今も傷を受けている最中かもしれないし、過去に傷を受けたことが非常にダメージとなって残っているかもしれないし、いろんなことがあります。そして私たちはこう考えます。この傷があるから私は神様の働きができないんだ。この傷が癒されたら今度私はもっと神様のために用いられることができるようになるんだ。一部分は真理、確かにそうです。傷が確かに癒されれば私たちはもっともっと神様の働きをできるようになっていきます。でも一つここで真理が、もう一つの真理が隠されている部分があるんですね。それは私たちが主の御心を行っていくときに、実は私たちの傷というものはもっと速やかに癒されていくものであるということなんです。多くの場合私たちはこの部分に目が閉ざされています。だからここで敵は非常に成功していると言えるんですね。なぜなら私たちはみんな傷を持っています。みんな傷を持っていて、そう簡単に癒されないんです。私もずっとこの弟子訓練の働きをしながら、でもまだ癒されている途上にあります。私は自分がもう完成されたから神様使ってくださいって言ったんじゃないんです。私が神様に使ってくださいって言った時は、私が救われたその瞬間でした。救われた時に私はもうこの神様のために自分を捧げようと思ったんですね。自分何にも整えられてない、何にも知らない、それまで創価学会のことしか知らないですよ。お経しか知らないですよ。その状態で私を使ってください。そして神様はその中で私を使ってくださった。そして私はその中で癒しをどん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 受け取っています。神様は私たちを本当に教えを詰め込みたいとは思ってないんです。私たちはたくさん教えを受け取ります。今の時代インターネットを開けばいろんな素晴らしいメッセージやいろんな記事が出てきて、それを通して私たちは学ぶことができる、知識を得ることができる。でも私たちはそこから弟子になることは難しいです。真理はあなた方を自由にします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。これが御言葉の語る言葉です。でも真理を知ることだけでは自由にはなりません。真理は私たちがそれを受け止めて自分の価値観として、そしてそれを用いていくときに初めて私たちは自由にされていくんです。真理を知るだけではダメですよ。でも私たちはこう考えます。真理を知っているから大丈夫だ、真理を知っているから自分はもう癒されているはずだ。私たちはこの教会に来ながらあまりにも自分の霊的状態が惨めだと、それをいやこれはちょっとまずいでしょうと思う気持ちが出てくる時があります。そうするとですね、いや自分は絶対きっと大丈夫だはず、大丈夫だはず、大丈夫じゃなきゃいけないんだみたいな感じで必死に自分に言い聞かせて、そして笑顔を作る、そして自分を偽ってしまう時があります。でも神様はそんなことを私たちにさせたいと願ってないです。神様は私たちに本当に笑顔にさせてくださる、本当にあふれる笑顔を出させてくださる。でもそれのために私たちが本当に必要なことは、知識を得ることじゃなくて、私たちが神様と出会い、そして神様と一緒に歩むということ。神様がこれをしてほしいとおっしゃるときに、それをしますと言って行っていくこと、その時に私たちはその真理によって自由にされていくんですね。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。続きます。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。あなたの義、この義が私の前を進み、主の栄光が私の後押し、しんがりとなられて私たちを後押ししてくれるんだと。9節、その時あなたが呼ぶと主は答えられるんだ、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。これがまさしくこの主と弟子との関係です。いつも
一緒に居続ける、呼びかけると答えてくれる、叫ぶとここにいるよ、ここにいるよってどういうことですか？あなたのために私は準備 OK だよ、あなたを助ける準備 OK だよ、あなたと一緒にこのことをやる準備が OK だよ、私はここにいると仰せられるこの言葉には、単にそこにいるという存在、いるけど何の手助けもしてくれない、そんなことではないんです。ここにいるとおっしゃること、神様がここにいる、それはあなたのために神様はいくらでも手助けをしてくれる準備ができていることを意味するわけですね。そしてこの弟子としての歩みというものは、いつも主との親密な交わりの中にあることを意味します。この多くの場合、私たちは救われる魂がたくさん起こされることに興味があります。教会では教会の数が増えれば非常に喜びます。確かにそれは素晴らしいことです。でも私たちはもっともっと弟子が作られていくことに興味を、関心を注いでいかなければいけない。そして2つのことが言えるんですね。このマタイの福音書28章の大宣教命令と呼ばれるところがありますね。大宣教命令と呼ばれるところは、福音書の中でそれぞれにそれぞれの違った形で現れてきますけども、特に今日弟子というキーワードが入っているのはマタイの28章です。そしてその中でこの全ての人々を弟子としなさいという命令が書かれてあるわけですね。私たちはこの弟子を作ることに非常に焦点がここに与えられているのを分かるわけです。でもこの全ての人を弟子としなさいというその裏側には、私たちが弟子となるべきであるということ、そのことも含まれているんですね。私たちはね、ここちょっとね、ここも片方だけ見て片方を見逃しているんです。なぜならば大宣教命令は宣教師の人たち、いろんなミニスターの人たち、その人たちが遂行していくものだと。私たち教会員はそうではなくて、まあ地元の、まあこの教会のを維持するために、あるいはこの教会の活動を支援するために自分たちがいればいいんだ、そう思って、私たちはこの大宣教命令とちょっとかけ離れた存在として自分を見ている時が多くあります。ありませんか皆さん。ちょっと自分の中で、ああ そうだなと思う人いませんか。私たちはこの時に、この大宣教命令はミニスター宣教師に対してだけ語られていることじゃないんです。全ての人を弟子としなさいと言われるということは、全ての人が、福音を聞いた者たちが弟子となっていかなければいけないという意味があるわけです。私たちは全員そうです。ここにいらっしゃる方々は一人残らず神の弟子とならなければいけない。そしてここでまた次の落とし穴が、実はね、私たちの信仰の歩みには落とし穴がいっぱいあるんですね。で、この落とし穴っていうのは誰が設けるんですか。神様じゃないですよ。敵が設けてくる落とし穴です。私たちがすんなりと進んでいくことができないように、いろんなところに罠を作っているんですね。で、ここがまたこの自分たちが弟子にならなければいけないというこの思いが出てくるところまではいいんですけど、次の落とし穴は何だと思いますか。義務です。弟子にならなきゃいけないんだ、そうしなければならないんだ、この義務の気持ちが出てくるんです。これ教会の中でいつも出てくるんじゃないですか。こう教会になったらこの奉仕をしなきゃいけないんだ、この学びをしなきゃいけないんだ、毎日御言葉を読まなきゃいけないんだ、祈らなきゃいけないんだ、賛美しなきゃいけないんだ、いろんなこうしなければいけないんだっていうことが出てくるわけです。このことが私たちの信仰を殺していきます。私たちはこの信仰の歩みをしていくとき、弟子になるときに、この強制させられて弟子になれる人なんていないんです。私たちは何かを自分に習得するときにも、この何かを習いたい、本当の意味で弟子になろうとする人は、もう自ら望んで弟子にさせてください、あなたの弟子にしてください、
あなたの教えを受け取りたい、あなたの技術を私は盗みたいんだ、その強い願いを持って私たちは弟子になろうとしていくんですね。そして私たちはその時にいろんなものを習得していくんです。でも私たちは義務感で弟子にならなければならないと思ったならば、私たちは習得しないんですね。習得しないで知識だけ学んでいくんです。そうすると厄介なクリスチャンが出てくるんです。知識がいっぱいあるけど行動しない、そうすると何が出るんですか？批判です。そうすると批判が出てきて、そしてあちらこちら、あの人これがねできてないね、あの人これがちょっと違うね、 あの吉田さんなんか一生懸命語ってたけどちょっとここずれてるね、いろんなね批判が出てくるわけですよ。そうして教会の中でいろんなこのふつ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 とよろしくない状況が出てきたりするわけです。なぜですか？なぜならばその人たちが本当の意味で神様の弟子になりたいと思ってないんです。思ってないけどもそうしなきゃいけないって言われたからやろうと必死に頑張るだけなんです。神様は私たち一人一人を愛してくださっています。私たち一人一人を待ち続けています。そして私たちが自分から立ち上がるのを本当に待ち続けています。私たちは弟子を作る側になるときにはですね、これをしなければいけない、あれをしなければいけない以上に、それをさせしたくなるような動機を作ってあげなければいけないですね。そして私たちはその動機の中でその人たちが自ら立ち上がって、これをやりたいんだ、これをしたいんだ、そのことができるようになっていったら、これはなんと素晴らしいでしょう。口で言うは簡単ですけどもね、こんなことをこの動機をつけさせるって難しいことなんですよ。それは私は未だにいろんなところで葛藤しながら、そしていつも祈りつつその知恵をいただけるように求めています。でも私たちは今度は弟子となる側の私たちは今自分たちでも努力しましょうよ。それはこの弟子となる前に私たちはもっともっと神様の大きな愛の中に自分自身を捧げていくことなんですね。私たちはこのいろんなことを考えてしまいます。考えて考えてしないんです。考えて考えて悩む、考えて考えて落ち込む、いろんなことがあって、考えるということ自体は非常に大切なプロセスなんです。この考えるということをやめちゃいけません。考えるということをやめたらカルトになります。考えるということをやめると私たちは深みがなくなります。でも私たちは時に考える前に、納得する前に行動に移さなければいけないこともあるんです。それが神様が命じておいてになる様々な事柄なんです。その事柄を私たちはただただあまり考えすぎずにただやっていくことです。その時に私たちはね、もっと自由になっていきます。私たちは行動することによっていろんな神様からの啓示を受け取り、いろんな神様からの理解を深められていくことができるんです。それがね、弟子になるということなんですよ。それが私たちが神様を真似することなんです。いろんな神様の真似をすることなんです。さっきちょっと嬉しいね言葉がありましたね。マッキーさん、マッキーからね、こういう時ね、吉田さんだったらこういうふうに考えるかなって考えたりしますって言ってくれましたね。ああいうふうに考えて嬉しいなと思いましたね。同じように私たちは、あ、神様だったら今どういうふうにするかな、今この状況の中で神様だったらどう考えるかな、本当にその中で私たちはいつもこの神様の望んでらっしゃることをしていく、そしてそれを行動した後に今度はね考えていくんです。これが本当にどういう意味があったんだろうか、これが本当にこの聖書の中でちゃんと裏付けされている、もっとその聖書の御言葉に書かれてある、じゃあこれはどういう意味でこういうことを神様が望んでらっしゃったのか、いろんなことを考え考え深く深く掘り下げていく。そうすると今度は私たちが人に伝えることができるようになっていくんですね。私たちは弟子っていうのになるときには、この神様を真似ていく、そして神様が望むことを行い、今この58章の6節のところから6節7節
と呼んでいきました。くびきを、縄目をほどき、そしてこの貧しい者たちや困っている人たちの具体的な手助けをしていくことも、それもまた神様の望まれることでした。そのようなことを通して私たちは主の弟子となっていく、そして私たちはその中でこの人々を解放していく、この解放された人々が今度は次に別の弟子を作るものに変えられていくようになる。それが私たちが弟子を育てるということです。私たちはここでストップするものであってはならないんです。自分の次の世代で終わってしまうような、そういった弟子化であれば、これは本当の意味の弟子化ではありません。弟子化はこれから次に次につながっていく必要がある。少し飛ばしまして12節、58章の12節、あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。この廃墟を建て直し、古代の古くからずっと持ち続けてきたその礎、この礎、大切なものですね。全てがこの礎の上に乗っかっていくんですよ。この礎がどうであるかということで、その上にあるものが大きく影響されていく。この礎を築き直していくんだと。そして破れを作ろうものに変えていく。この死骸を住めるものに回復するものと呼ばれようと。どういうことですか？この廃墟を建て直されたものが今度は破れを繕い、死骸を住めるように回復するものにと呼ばれようと、そのように呼ばれるものになる、そのような働きをしていくようになっていく。ここまでが私たちの弟子訓練なんですね。そして神様は皆さん一人一人にそのような役割を渡しておいていたんです。一人残らずなんです。私たちは自分は違いますと言いますか？ある人は言いますよ。自分は違います、とてもじゃないけどそんなに人の助けそこまでできません、そんな廃墟を建て直すことできません、そうおっしゃる方今までたくさんお会いしました。でも私は言います。神様は全ての人、信仰者たちをこの死骸を住めるように回復するものと読んでくださる。そのように皆さん一人一人を作り変えてくださる。その方法は千差万別なんです。私たちは誰かと同じようにそのことをするわけではありません。方法はいろんな違いがあります。でもみんなこの働きに必ず神様は用いていってくださる。そして私たちがそのように自分自身を差し出していくときに、私たちの喜びというものが増し加えられていくんですね。私たちは一生懸命喜びを探している人がいます。でも同時にこの神様の御心からは離れていったりします。教会に来ていながら、そして教会で熱心に奉仕をしながら、でも実のところは神様から心が離れている時があります。素晴らしい奉仕をしながら、メッセージにしても賛美にしてもカウンセリングもしても、いろんな素晴らしい働きをして、いろんな人から称賛を受けながら罪の中で苦しんでいる人たちもいます。でも神様は私たちがそういうふうに技術、技量、そういったものを見ておらっしゃるのではありません。神様は私たちがどれだけ神様の呼び声に応えることができるか、どれだけ一緒に歩んでいくことができるか、そのことを神様は私たちの中で見出そうとしておいでになる。私たちは今日恵みの日に預かっています。もちろんイエス様がこの十字架の御業を行われてから、その後ずっとこの恵みの時であります。でもこの恵み、長い恵みの期間の中でも、今この時代、私たちがまさに今生きている時代はさらに恵みが大きい時だと私は確信しています。少なくとも私が信仰を持って26年、
この信仰生活の中で私はこれほど今日ほどに神様の素晴らしい御業が次から次にこの私たちの住む日本の地で開かれていくのを見たことがありません。今神様は実に劇的に大きな御業を成し始めておいでになる。今までもいろんな御業はありました。でも今まで長く来て長く閉ざされていて祈っても祈っても開かれなかった領域が今いろんなところで開かれていっています。祈りの結果が目に見える形として現れている時がたくさんあちらこちらでたくさん証が出てきています。これが今までももちろんありました。でもそれが非常に顕著に現れている。ですから私はもうワクワク、本当にねこのワクワクが止まりません。今この数年、この 1,2 年ねものすごいね、次に神様は何をしてくださるんだろうか。今この沖縄でも新しい動きがどんどん行っています。 YM の中でも教会の中でも長教派の中でも次から次にいろんなものが起こされています。そしてこの間、1月にはタイでユース・イザ・ミッションの東アジアのスタッフたちが、一堂に集まりました。約1000人ぐらいが集まってイーストアジアギャザリングといって集まりをしました。素晴らしい時でした。今までこんな素晴らしい集まりに出たことがない。本当に麗しい愛がそこにあふれていた。この今までもワイムの中での集まりはとっても素晴らしかったです。でもいつもアジアの国が集まるとそこにはやはりいろんな傷の国と国との間における傷があったり、許せない心があったり、許せない心の中で許さなきゃって葛藤している人がいたり、いろんなことがありました。でも今回のギャザリングの中ではそういうことがみじんも起こらなかった。そういうことではなくて本当にお互いを尊重し合い、立て上げ合い、愛し合う時がそこに与えられていったんですね。神様は今日ただ教会に集う人たちを求めているのではありません。今日神様は真に神のイエス様の弟子となる人たちを呼び集めておいでになります。そしてここにいらっしゃる全員がその対象です。昨日救われたばかりの人がいたとしても対象です。今もうすでに自分は年だとおっしゃる方がいらっしゃったとしても対象です。今度次4月からですね、沖縄で弟子訓練学校オールジェネレーションズ DTS という名前で始めますけども、今一番年上の、申し込みの方は68歳の方が、申し込みをしていらっしゃいます。一緒に学びます。一番若い方が今、23歳だったかな、23歳から68歳までみんなで一緒に学びます。でこれはオールジェネレーションズ、それは全ての世代にそれぞれの役割があるんですね。若い世代にも子供でも、小さな子供からユースも、そしてこの20代30代40代50代60代70 80 90 100それぞれに私たちのこの役割がある。その役割が私たちが本当に弟子となるという表明をして、私たちが自分自身を差し出すときに、そこに神様の素晴らしい御業が現れていくんですね。真理はあなた方を自由にします。でも真理は知るだけではダメです。あなたがそれを行うものとなるときに、あなた方はそこで自由にされていく。そして私たちは自分自身のこの傷も癒しを受け取り、私たちはもっともっと喜びあふれて主の御心の中に入っていくことができる。私の中での大きな恵みは、この26年間ずっと神様に人生を捧げ続けてきたことでした。その中でたくさんチャレンジはありました。苦しい時もありました。でも私の中で一度も神様から離れたいと思ったことがないです。それは恵みがもっと溢れていたからね。私が何かいろんなことをするときに神様のいろんな助けがやってきました。私が足りないと思うときに神様は満たしてくれました。私がもうダメですと思うときに神様は励ましてくれました。いろんな形で、そして今なお、私の中でこの神様の働きをしていくということがあまりにも楽しすぎて、そしてやめられませんね。
で私は今本当にこの神様につながり続けていく、そしてこのキリストの弟子を育てる側に今立っていますけども、この育てながらいつも思わされるのは、自分がこれを通して弟子とされていっているんだということです。自分が師匠ではありません。自分はの師匠は常にイエス様であり神様であり、そして私はその中でただも使われているだけの話ですね。で、私がこの弟子を作る働きをしていく中で、私の中に恵みが溢れてくるんです。いつも新鮮に溢れてくるんです。弟子の人たち、弟子となろうとするこの弟子訓練学校に来る人たちが応答する、いろんな分かち合いをしてくれる、いろんな質問、素朴な疑問を持ってそれを尋ねてくる、この全てのことを通して私の中で常に霊的なものがどん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 活性化されて、生き生きとして私の中で喜びがあふれます。あなたの人生の中で今までで一番輝いてた時はいつですかと聞かれるのならば、真っ先に答えます、今日です。で、そしてまた明日になったら今日ですと、ずっとそれが言い続けられることができると思います。私はもう日々日々主にあって変えられていっている。最近ちょっとスピードが鈍くなったかなっていう感じはしますけど、でも変えられていっている希望があります。そしてもっともっと変えられていかなければいけないし、変えられていってほしいと願っています。今この教会もこうして非常に温かな雰囲気の中で、すごくこのもう本当にね、家庭的な中で非常に近いこの距離感の中で私たちこの礼拝が持たれている。そしてこの教会の中でも本当にこの小さなスモールグループを通しての働きや、そして本当にこのお互いにこの交わってお互いにね、立て上げ合っていこうというその目標を持ちながら牧会されているということをお聞きしました。本当にね、この教会にもこの次から次に弟子が、これからもっと強い弟子が生まれてきます。そしてこの弟子となった皆さんが次の人たちを弟子化していくんです。その時に皆さん、今以上に喜びがあふれます。そして神様のこの素晴らしいご計画に目が開かれていくことになるでしょう。お祈りいたします。善の神様、本当にあなたが私たちを呼び出してくださっていることをありがとうございます。神様、あなたの大きな愛がここに溢れていることをありがとうございます。神様、あなたが今私たち一人一人を弟子として呼んでおいでになる、あなたが私たちに本当にもっといろんなことを託したいと願っていらっしゃる。神様、どうか今私たちの心を開かせてください。もし私たちの中で、いや、そういうことは、そこまで私はやることには躊躇があります、そうおっしゃる方がいらっしゃったらば、どうぞあなたが励まし上げてください。神様、どうぞ今私の中では今いろんな葛藤があり、また戦いがあり、今自分は素直にこのチャレンジに応答することができません、そうおっしゃる方には、今どうぞあなたの血潮によって洗い清めて、神様、どうぞ今あなたの勝利をお与えくださいますように。神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの街灯を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。主よ、どうぞ今、どうぞ私たち一人一人がこの新しいあなたからの祝福で満たされていくことができますように。神様、どうぞ私たちの目がただあなたを見上げて、あなたの望まれること、あなたがこれをしなさいとおっしゃること、そのことに応答していくものとなることができますように。主よ、どうぞ今私たちが納得したからあなたに従いますではない、納得したからあなたを信頼しますではない、神様、どうぞまずあなたを信頼できるものとしてください。
幼子の心を与え、神様どうぞ私たちを解放し、また私たちが人々を解放するものへと変えられていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。皆さんに今週報、今日の予定もちょっと入ってますよね。お配り、しています。で、吉田先生をお迎えしてメッセージ聞いてすごくこう励まされました。というのは、神様って同じことをこう語ってくださるんだなというふうに、思うんですね。で、今日の午後、今回が、吉田先生をお迎えしての第1回目になりますけれども、たびたび東京に来るチャンスがありますので、継続してこう学びの、私たち一人一人がですね、弟子となっていける学びの時を持っていけたらなというふうに思っています。今日はですね、ディスカッションの時間、午後のセミナーがありますので、ディスカッションの時は今日は省略しますね。でただここに、3つの質問が書かれています。よろしいですか。弟子になるとはどのような意味ですか。どのようにして、2つ目、どのようにして弟子として自分を整えますか。3つ目、弟子としてあなたは何を行いますか。聞きっぱなしではなくてですね、これが今日の宿題ですので、1週間自分の思いに留めて、それから来週のディスカッションの時に、ここからまた一緒に学んで分かち合いできたらなというふうに思います。週報の裏を見ていただけますか。ですね、今午後の予定を当初2時からというふうに考えていましたけれども、ちょっと繰り上げて、30分繰り上げて、このあとすぐ献金したら終わりますので、1時間半で食事が終えられるように、それでその時ワーシップの練習の方たちは、一生懸命こうご飯食べてですね、時間作って1時半までに練習を終えるといいかなというふうに思います。で、午後のセッションは、先生がレジュメを作ってくださっているので、それを40部、用意しています。午後参加できる方いらっしゃいますか。ちょっと手を挙げて、大体人数を把握したいので。はい、ありがとうございます。ちょっと長いですけれども、内容の濃い学びですので、ぜひ参加してくださいね。途中ブレイクがあって、セミナーのパート1とパート2、それから最後にミニストリーの時間が、あります。はい。でお食事の時はそこを、開放して、ぜひ、吉田先生とお交わりしたいという方は、ちょっと人数にテーブルに限りがあると思いますけれども、近くに座っていただ、いただいてお話しできればなというふうに思います。はい。じゃあ、献金の方針お渡しします。はい、ごめんなさい。それからですね、もう一つ、これ僕はプリントアウトするの忘れちゃった。水曜日に7時半からいつも祈り会と、学びの時持っていますけれども、今回急遽お名前もですね、ちょっとごめんなさいね今ちょっとメモしてないので、ミャンマーから宣教師の方が来られていて、あれがですね、アンテオケ宣教会から派遣されて15年間ぐらい、お子さんが今5人いらっしゃって、5人目のお子さんの出産のために日本に戻られてきていらっしゃる方がいるね。伊藤先生ご存知ですか。ありがとうございますありがとうございます。伊藤先生、というご家族が来られていて、で高志を通して、弟の高志を通して、日曜日がちょっと埋まっているので、水曜日のこの機会に招いて、お交わりと、分かち合いの時が持てたらということで、早速お招きすることにしました。で、普段来られていない方も、ぜひ、ですね、来ていただいて、ただこうお話を聞くだけじゃなくて、ちょっとお交わりがその場でできたらなというふうに思っています。よろしいでしょうか。